100円ですよ。人間によって変わるんだ。100円のものを100億円に1億万円にするのが坂田恵子です。けど大阪で生まれた女の手で私演じるよ。女優やから。終わりかなとつぶやいて、
はい、というわけでごちそうさまでした。餃子がね、美味しかったですね、めちゃめちゃすごいね、ジューシーで。その他ちょっと寄ってみたいお店がたくさんあります。よく行ってたのかもしれないし、ちょっとなんか絵が似てるというかね、若かりし頃の感じに似てたのかもしれないです。ぜひ機会ある方行ってみてください。このチャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。